それでは、分解していきます。まずは、このボルトを2本外します。そして、導線のついてる、ボルトを外します。これで、中身が出せます。黒い粉は、ブラシの削れた粉です。結構出てきました。次は、ブラシ部分を外していきます。この、2本のビスを抜くと、ブラシが外れます。これで、中の、ワッシャーみたいなのを抜くと、ブラシと、コイルが、分かれます。やっぱり、ブラシが、なくなって、固着してました。スターターモーターの故障は、大抵、ブラシが、原因です。連休中だけ動けばいいので、近くのホームセンターに行って、電動工具用のブラシを、買ってきました。一つの箱に二つ入ってるので、二箱、買ってきました。これから、このブラシを、元のブラシのサイズに、厚さ、幅、高さを、合わせるために、削っていきます。邪魔な、金具の部分を切断します。そして、これが、サイズを合わせて削り終わった、ブラシです。削るところは、ありませんが、グラインダーで、簡単に削れます。元のブラシを切り取り、買ってきた、ブラシを、ハンダ付けします。時間かかるので、カットします。そして、出来上がったのが、こちら。このままでは、回るか、確認できないので、ちゃっちゃと、仕上げていきましょう。ここで大事なのが、回りますようにと、願いながら、仕上げましょう。それでは、テストしてみましょう。やったー、回ったー、これで、あとはつけるだけです。新しいスターターが来るまで、頑張ってくれれば、御の字です。ちなみに、部品代は777円です。連休明け、発注した、スターターが届きました。補修した方は、連休中、しっかり働いてくれました。最後までご視聴ありがとうございます。